だけが知ってるんだ。親に翻弄されれば。相沢先生、やっぱり僕らを守るため無理を通して敵の群れに飛び込んだと思うんだ。バイトから離れろ。てか耳は常に音で雑魚どもの位置を。だから先手を取らねえとやべえんだろが、隙は伺うもんじゃねえ。動いて作るんだ。俺はもっと強くなってんぞ。捉えた。前世紀なら五発も撃てば十分だったろうに。そして時間切れだ。お互い早めに決着つけたい。たらどう見ても個性を持て余した輩以上には見受けられねえよ。手がダメになるみてえな感じに。こいつらは殺させねえぞ。ヒーロー殺し。いやいやいや、最近無駄に心がざわつくんが多くてね。やだな、なんでこんなざわつくんだ。しかですわ、遊泳の推薦入学者、スタートは同じはずでしたのに、ヒーローとしての実技において私の方は特筆すべき結果をなり。よし、早くみんなを助けに行こうぜ。男らしいぜ爆豪。そんな冷静な感じだったっけおめえ。もっとこう、ああこの後に及んでそんなガキみてえな。これが最高峰か。やるしかない。蹴破れか、蹴破れるはずか。いいだってんや。ただいま戻りました。反省するより次どうするかじゃないかしら。私たちの考えすぎだったかしら。すごいわ。そうね、広場は相沢先生が敵を大勢引きつけてくれてる。アクシャドウ、はい、これで6人。少しでも敵の数を減らす。酔い闇よりし、うがしつめ。やっぱやられた。耳じゃなくてジロー。雷、こっち見んな。あんた電気男じゃん、バリバリとやっちゃってよ。あのな、戦闘訓練の時見たろ、ペアだったじゃん。いっぱい。これマジ今見えた。3つ目。ただの牽制だ。とはいえ脱出は至難の業。唯一の救いは重りで相手の動きが鈍いことか。大丈夫か、ハガクレ。トガです、気づくぞ。さっきも思ったんですけど、もっと血が出てた方がもっとかっこいいよ。リスナーゴーカス、いらー、オンボ作ろう。必殺っぽいの、ネバネバ足トップ、サブカキッカン。ドロップで爆発みたいになるんだろうな。やっぱタンチだぜ、オールマイト。オールマイトだ。あんなすげーことできんの他にいねって。つって負ける気もねえ。バコン、こっちだ。やべ、裏目に出た。庄司君、これじゃ全然動けない。武者のとこ、トドロキ君クソ強くてびっくり。トドロキ君の部屋、ちょっとドキドキ。個性を使っていいってのはそういうことさ。1秒以上射出するとお腹。1アクション終えることだ。無理をするなよ、イレイザーヘッド。前がワープゲートじゃなかったら粉々にしたよ。トムロ、応援を呼ばれる。どの程度扱えるのか知っときたい。コスじゃん、これ来て撃て。誰だ君は。だったらなおさら撃ってこいや。上の体育祭をテレビで。ショート、やっと己を受け入れたか。そうだ、いいぞ。ここからがお前の始まり。俺の血を持って俺を超えていき、俺の野望をお前が果たせ。実技入試成績のトップは爆豪だったな。じゃあ個性を使ってやってみろ、思い切りな。そんな腹積もりで過ごす気でいるのかい。除籍処分として。葉隠さんはどこに。やっぱりこれ超恥ずかしいんだけど、穴が崩れるスピードより速い。なんだよ、タイムアップまで隠れてるつもりか。おお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 。これだから森は嫌なんだ。相変わらずついてこいだな。ルガーラッシャー、行け。そうだ、憧れの遊泳に入ったんだ。前進してこその遊泳さ。そうさ、心はいつでもブルスウルトラさ。
早行きなさい、小さき者どもよ。騒音の元凶なるその男を討ち取るわよ。お家の事情で早退になっちゃったのでご了承くださいね。これだけ派手に侵入されて逃げられちゃうなんて、よりにもよってヴィラン側にいるなんてね。捜査は君たちの分野、よろしく頼むよ。イエス。ネズミなのか犬なのかクマなのか、隠してその正体は校長さん。やはり正面から来ますか。まだまだ攻防戦に極端に、次から次へと。今日はいい友人を持ったじゃないか、インゲニウム。